私たちはものづくりを通して世界のインフラ整備に貢献しています。油圧ショベルやダンプトラック、フォークリフトなどに使われる大型の部品を製造。イエスものづくり、今回は小諸市の小見山を紹介します。小見山は建設機械や産業機械の部品を鉄を熱してハンマーで叩いて強くする鍛造技術で製造しています。ハンマーを絶妙な加減で操作し、およそ1250度まで熱した材料を形にしていきます。小見山では鍛造だけでなく、金型の作成や鍛造品により精密な加工を施す機械加工までを一貫して行います。加工できる製品は最大で 500kg。 敷地内には12の工場があり、巨大な機械が並びます。社長に現在力を入れている分野を伺いました。まあ、海外の鉱山 ですね、鉄鉱石とか、それから石炭を掘るのにですね、露天掘りをするんですね。その大型機械のですね、部品を手掛けておりまして、これが大型機械がないとですね、製造できないという面があります。ですから同業者の方々もですね、なかなかそれを製造できないというところが利点がありますので、そこをさらにですね、今後力を入れていきたいなと。建設機械業界では中国の台頭により競争が激化しているといいます。厳しい状況の中、小見山が目指すところは、中国ができない部分ですね、マイニングというのは鉱山を掘る機械なんですけども、その方向へシフトしていくと。それから新幹線、鉄道等ですね、そんなところで技術力をつけてですね、中国に立ち向かっていくという感じで考えております。